故物件解体業者っていうのがいるんですよ。アメリカの反重力飛行物体、基本罪人の骨を使うんですよ。こう斜めに頭が落ちてるピエロがいて、ニヤ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 笑ってたんですよ。さあ始まりました、信じられない話。この番組は都市伝説やオカルト、実体験でも人から聞いた話でも何でも OK、 にわかには信じられないという話をゲストの方々に披露してもらいます。ということで、トヨコ始まりましたけども、始まりましたね、はい、今回の最後の回ということなんですけど、はい、今回もクセモノ揃いですよね。まあそうですね、ちょっと呪物感強いですね今回はね呪物感確かにありますね、はい、というわけで今回のゲストの皆さんです、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。まずですね、吉田裕樹さん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです、はい、怪談オカルトを研究しております吉田裕樹です。お願いします。そしてトシボーイズから林さんです。はい、お願いいたします。今の小ヤッキーさんが一番いい男として選んでいただいて、そこからなんかいろいろ本当に DM が来ます。ありがとうございます。小ヤッキーさんに選ばれてすごいですねと。よいよいよ、その説はどうもありがとうございます。ありがとうございます。まさかね、オープニングでお礼を言われるとかさ。そうそうそう、本当にありがとうございます本当にありがとうございます。いや、僕が認める一番いい男なんで彼は。そうなんですへー、興味ない。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ということで3人目田中俊之さんです。どうも、オカルトコレクター田中俊之です。どこ見ていいか分からへんのキョロ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 してよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして僕初めてなんですけど。あ、そうですね、はい、初めまして、元火葬場職員の下田花男です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今回皆さんに披露していただいた信じられない話の中で最も良かった話にモーストバリアブル都市伝説MVT としてオリジナルトロフィーを贈呈させていただきます。それでは早速信じられない話を話していきましょう。話す人はこちらのルーレットで決まるので順番も完全にランダムとなっております。じゃあいきますよ早速。はい、お願いします。いや、ドキドキしますね。さあ最初にお話しいただくのは、おーおーおー、下田花男さんです。初めましてで初ですか。初、わかりました。はい、相席屋ってあるじゃないですか。あ、はい、出会いによく使われる。そうそうそう、うん、で僕はね、まだ行ったことないんですけど、はいはい、でも話はいっぱい聞いてて、うん、僕の、まあ、知り合いのちょ飲み屋さんで働いている女性の方なんですよ。うんうんうん、でその方、すごい美人な方で、今ね、年はもう20代後半ぐらいの方なんですけど、まあ今でもそれはもうバリバリにモテるやろなっていうぐらいのすごい美人な方なんですよ。はい、でその方と、その人のもう一人、お友達2人で相席屋に行こうって言って、うん、なんか誰かおごってくれるかもしれねえなみたいな感じで行ったんですって。で行ったら、まあそのお店の方がですね、じゃあということで、その他に来てた男性2人と同じ席にこう座らされたと。でそしたらなんかすごい、まあ感じのいい方で、でご飯もこういっぱい食べて、でプラスアルファなんだったらもうちょっと盛り上がっちゃって、お酒もこう飲み出して、でしたらその僕の知り合いの女性の方がね、酒軍人って僕呼んでるんですけど、すごい酒乱の人がいて、でその人がもうブワー飲んで、でもウェーってなってもウェイウェイしちゃって、でその2人の男の人のうちのまあ1人ですよね、まあちょっとイケメンの、なんか身長も高くてこうガッチリした人と、もうブチューって初めてでね、盛り上がっちゃって、次の日からね、なんか自分の体調に変化が出るんです。何かなって言ったら、唇がすごい腫れてるんですよ。でなんか腫れてるなと思って、でそこから2日3日4日経つにつれてどん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 腫れていって、最終ほっぺたもブワッもうバッコーンって腫れたんですよ。顔の形変わっちゃうぐらい。でそれで病院行って、でそしたらちょっと感染症になってるっていうふうに、まあ、言われてしまった。でその抗生物質もらって、そしたらこう引いていって、まあ、それは良かったんですけど、そっから2週間3週間後、本当にたまたまテレビでニュース見てたら、ある男性の方が捕まってたんですよ。なんかよくニュースでそのいわゆるね、手錠をかけられてるとこをこう布でかぶされてこうって出ていくとこあるじゃないですか、家を。あん時の人やと、自分がブチューってキスしたその男やったらしいんですよ。でこの男何してたかって言ったら、死体遺棄で自分の家に遺体を置いててずっとキスしてたらしい。でその遺体の菌がその人の口の中にあるから、それとチューしたからその遺体の菌が移って自分がめちゃくちゃ腫れてたっていう、そういう話です。ありがとうございます。
はい、いやこれ信じられないけどさ、はい、うちにもその投稿あったよな、視聴者から。あ、ありましたね。マジで、はい、あったんですよ。え、やらかしモデルやん。じゃあ、うん、プチやらかしなんですが、そのやん、再放送、うん、再放送ですね。だからネタが被ったことが信じられないですもん。そんなん被る。ちょっと空気を変えるためにも。そうですね。いますか。緊張するな。おお、早瀬さん。はい。僕ね、あの18で出てきて今34歳なんですけど、16年間いわくつきとか事故物件にしか住んでないんですよ。そう、今7軒目ぐらいだと思う。今住んでるところもちょっと有名な、事故物件なんですけど、思いません？事故物件ってそんなたくさんあって消えていかないのって。あ、確かに。誰かが解体してるはずですよね、はい、で僕解体業者に話聞いたんですよ、はい、事故物件でどうやって解体してるんですか、いつもと変わらないんですかって言ったら、いや当然全てではないんだけれども霊障は起きるところがあるんですよね。例えば重機が止まったりだとか、子どもの声が聞こえるとかっていうのがあるんですよ。で実際本当に止まっちゃうんですね。そういう時ほったらかしになってるんで、そのまんまのところもあるんですよ。崩してそのまんまみたいな。ただそういうところをどん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 解体していく事故物件解体業者っていうのがいるんですよ。専門、専門です。へー。でそれっていうのが普通の解体業者の中の一つのセクションですね、はい、でこれ全て その解体業者にあるわけではないんですよね。で僕が取材したところはそれがあって、取材できますよって言って、ほんで中野区のある事故物件が霊障が起きていると、だからそこに行ってくれたら何月何日何曜日何時からやってるからそこ行ってくれって言われたんですよ。ほな行きますって言って行くんですね。そしたら、まあ、その現場監督の日本人がいてて、それ以外全員外国人なんですよ。これなんでですかって聞いたら、日本の霊が話しかけたって分からんでしょ、ほっときゃいいんですよこんなもんって言うんですよね。で分からんし、ガガガガってうるさい音聞こえてるから何も聞こえんでしょ、で何か言われてもこっちも英語やから分からんしとかって言うんですよ。でむちゃくちゃなこの人と思うんですけど、その霊障とかってやっぱ起きるんですかって言ったら、この現場でもあるよって言って、話しかけられてもやっぱり分からんから知らんふりする、あと音楽聴いたりしながらやってるらしいんですけど、中にはやっぱ腕を掴まれたりとかがあるんですよね。で肩も見せてもらって、腕のねこのちょうどこの辺りにちっちゃい手形ついてるんですよ、外国人の。でこれすごいと思って、で怖ないんですかって言ったら、その、まあ、ちょっと怖い怖いってこと言うんですよね、片言の怖い怖いって言って。でそういう時どうするんですかって言ったら、その現場監督さん曰くですけど、分かりやすくゴーストゴーストゴーストって言うんですよ。そしたら現場監督がこう言うんですって、ゴーストノノノノゴーストノノノノゴー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 って言うんですって。ゴーストノー、幽霊なんて出てませんよって言って、それマニュアルなんですかって言ったら、マニュアルですって言うんですよ。見してもうたら、できるだけ元気づけてあげてくださいって書いてるんですよね。でそれで元気づけられた外国人がどんどん壊していくんですよ。でやっぱり低賃金なんですけど、そういうとこって、まあ、面接も本当に、まあ、合ってないようなもんなんで簡単に入れるんですよ。だからもしかしたら、まあ、街歩いてて、あここ何やったかなって言ってバンと壊されてて、そこに現場監督一人日本人で他外国人やったら、もしかしたらそこを事故物件を解体している解体業者かもしれませんよってそういう話です。いやなるほど、専門の業者がいるんだ。すごいですね。信じられない。マニュアルあるってすごいですね。言い方も決まってるんですか。ゴーストノーゴーストノーゴ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 ー、それはその人のオリジナルやってる。あちょっとライブ踏んでます。そうそうそう、ゴーストノーゴーストノーゴ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 ーストノーでもやってみました。本当に目の前でやって、ゴー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 、最近の郷ひろみさんみたいな。アップテンポになって、でもほんまにそんな感じでした。じゃあついていきますね。はい、連続ありますよ。そうかそうか、うん、ガチ確かに、うん、そうか。おーおーおー、吉田さんお願いします。はい、私も都市伝説というか学校の階段に近いものなんですけれども、ワンツースリーのピエロってご存知の方いらっしゃいますか。いや知らないですね。ピエロにまつわる学校の階段っていうのは意外と多いんですけれども、ただ私の知り合いの山口県のある男性の方がある日ふとパッと思い出したことがあったんです
それは中学生時代の記憶で、自分が体育館に体育倉庫に何か用具を取りに行った時にガラッて体育倉庫を開けたら、そこに首の骨が明らかに折れた、ブラーンってこう斜めに頭が落ちてるピエロがいて、ニヤ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 笑ってた、ギャーって逃げたっていう記憶があったんだけど、ただそれを今までも20年ぐらいか、なんでずっと忘れて、でこのタイミングで思い出したんだろうっていうふうに思って、でその同級生たちに話してみたんですよね。そしたら、あ、俺も知ってる、あ、そうだ、なんかそういうピエロ見た、俺も、あ、俺も見た、俺も見たっていうふうになって、え、なんで私それ忘れてたんだろう、そんなもの見てたら絶対学校中大騒ぎになるはずじゃんって思いながら、まあ、スマホで検索してみたら、はい、1,2,3 のピエロって書いて、 1,2,3 のピエロっていうものがいて、それは学校で首の折れたピエロが出るっていう階段がある、あ、これあ、うちの学校とは違うけど他の学校でもこういう話あるんだっていうふうに盛り上がったんですね、はい、ただその後自分の職場で同僚に、いや、昨日こういう話があってさってスマホで見せて、 1,2,3 のピエロっていうの、あれ検索に出てこないんですよ、うん、昨日ですよ、昨日ちゃんとその Google の検索で出てきた、まあ、ブログだかネットの記事だか、はい、あったはずなのに削除されてるんですね、まあ、消えてるんですよ。で、まあ、いろんなね 1,2,3 とかをカタカナで 1,2,3 にしたりとか、まあ、いろんなね表記にして調べてるんだけど全然出てこない、いや、これどういうことなんだろうっていう話を私が聞きまして、はい、まあ、本に書いたりとかもねしたんですけれども、ただこうやって周りの人に聞いてみると同じような状況が起こってるんですよね。学校の階段にピエロが出てくるっていうのは、あの北関東を中心として結構多いんですよ、でっていうのも、それはおそらくあのピエロの栗ちゃんっていう、あの日本でピエロを根付かせた栗原さんっていう人が、水戸の公園で転落死して亡くなってるんですね。さだまさしさんの歌にもなってる人なんですけども、多分その事故の衝撃ショックで、その周りの北関東のあたりの小学校や中学校で、落下して亡くなったピエロのお化けが出るっていう話が、まあ、いくつかあるんですが、ただ 1,2,3 のピエロっていう話だけは出てこないんですね。もしくはここはちょっと不気味なのが、私の知り合いの怪談作家さんとかも、まあ、すごい妖怪とかが大好きな人だったんで、昔15年ぐらい前、20年ぐらい前とかに自分のホームページ、もうブログすらない時代ですね、ホームページにいろんな学校の怪談や妖怪のデータベースを作ってて、そこでもやっぱり 1,2,3 のピエロ確かに書いた気がすると。でもそのデータを移転するときに、ホームページを移転するときに、そのデータだけなくなってたって言うんですよ。で私がいろんな情報提供を呼びかけて、でこんなブログありますよって、 1,2,3 のピエロ、 あるじゃんあるじゃんって似たような話がある、まあ、1,2,3 のピエロっていう表記じゃなかったけど、首の骨を落ちて折れたピエロが学校に出てくるっていう話、確かに私もその記事見てるんですよ。だけどそれもやっぱりね、いつの間にかなくなったんです。信じられないですよね。そう、で私に情報提供してくれた人も絶対あの見た記憶はあるっていうんですけど、ただ私もその情報提供してくれた人も細かい記事の内容がなんか忘れちゃってるんですよ、そういう首の骨の折れたピエロが出てくるっていう記事はあった、でも削除されちゃってた、いつの間にかっていう、なるべくこういう場で言いたいですね。もうこの影響力の大きい、なるほどなるほど、うん、こちらのねチャンネルで言えば、もしかしたらこのチャンネルごと消えるかもしれませんけども、いやいやいや、あーやめてー、カットっすよ、もう、もう関係しますからね、そこでね、そうそうそう、やばってことは、今日見た視聴者の方からも知ってるっていう声がね、コメントに届くかもしれませんね。そうなんですよね、そうなんです、はい、あーすごー、もしくは全員いつの間にか忘れちゃうか、いやでも記憶から消されるようなことってありますもんね、まるっとこう世界線が違うところに行ったかのような記憶操作みたいなものね、マンデラエフェクトみたいな、いや怖っ、めっちゃ怖いですねそれ。そうなんですよ、これは、ね、記憶にも作用するし、面白いのがインターネットのサイトとかデータにも作用するっていうのが、すごい、かろうじてこう記憶が強い人が残ってることもありますけども、ほとんどの人が忘れている歴史みたいなのももしかしたらあるかもしれませんね。次行きましょう、次行きましょうね、はい、おお、まあ、せっかくなんで、もう絶対にもう僕以外はない話いきますわ、お、はい、楽しみ、もう僕以外は絶対誰も話さない話ということで、仮想場の話いきます。お、はい、仮想場でよくまあこう言われるやつがですね、あの物取ってんじゃないみたいな、お、え、
あ、例えば、ほら、あの、つけてた指輪とかね、はいはいはい、仮装した後に取ってるんじゃないかとか、はいはい、まあ、いわゆるその横領というか、はいはい、そういう、まあ、噂っていうのは、まあ、昔からずっとあるんですよ。現代、まあ、まあ、100% って言いたいけど、それはね、それはもうどんな職業でもなんかレジからお金取る人もね、いるわけですから、それはもう分かんないけど、まあでも、な、まあ基本ないですよと。でも、じゃあ昔どうだったかっていう話をちょっとしたいんですけども、これ何十年も前ですよ。とある仮装場で、あそこの仮装場で仮装したら、なんかネックレスとか指輪とかないんやけどなっていうふうに、こう、住民がふわーっと思ってる仮装場があったんですよ。なるほど、なるほど。なんかないなと。でも、やっぱ何十年も前になるとね、うん、結構その仮装職人さんに対してなんかあんまりこう言えないというか、そらそうですね、なんかこう触れたらいけないみたいな、まあ今もやっぱり若干その風潮あるんですけど、はいはい、まあなんかちょっと言いにくいというので、みんながこう黙認してたような、まあそういう側面があるわけですよ、はい、っていう仮装場がありましたが、はい、そこでね、事件が起こるんですよね。そこの仮装場の近くで遺体が発見されます。はい、でこの発見された、まあ、状況はですね、僕当時 の、 その新聞、国会国立図書館行ったら結構新聞があるじゃないですか、はい、で見たら、まあ、昔なんでなんかもういろいろなこと書いてるんですけども、まあ、一つあるのが犬の散歩をしていた男性がいて、その人が火葬場の近くをやったら、ワンちゃんがワンワンって言って何って言って見たら、あの人骨だったっていう、でそこからあれって言って警察呼んで、そしたら人骨だ、あこれはもしかしたら殺人事件かもしれないっていうことになって捜査が始まったんですよ。でそしたらその近くから遺体がポン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 出てきちゃって、あれみたいな、これ大変な事件じゃないかってなったんですけど、殺人事件じゃないっていう結論になったんですよ。なんで、でそれ何かというと、捕まったのはそこの火葬場で働いている火葬場職員の人が捕まりました。あ、捕まった、はい、なぜ、じゃあその人が捕まったのか、人体のその頭ね、こう 脳で脳を満たしてる、なんか浸してるなんか脳床という液体があるんですよ、はい、まあね、脳みそってそのあって、その液体があるじゃないですか。でその液体が当時あの万病に効くっていうような都市伝説がありましてですね、いわゆるその人体の一部があのほらなんか何とか病に効くとかね、昔はそういうのあったんですよ、まあ、でそういうのの延長で要はその脳床が効くっていうことで、火葬職員さんが焼く前に、火葬する前に、その亡くなった人の頭をなんか長いハンマーでパンって割って、はい、でドロドロドロって出てるやつを袋に詰めてそれを売ってたっていうのがあるんですよ。やば。それってまあ亡くなった人は、まあ、要は例えば身寄りがない人とかね、まあ、やっぱそういう人ばっかり狙っていて、で実際そういう時代やからやっぱ買う人がいたんですよ。うわ、めちゃくちゃ買う人がいて、でその人はすごいがっぽり、やっぱそれでだいぶお金をまあ稼いでた人で、でもちょっと不思議なのが、じゃ あのこれ悪い考えですよ、あの火葬場職員でしょと、火葬したらバレなくないと僕思ったんですよ。ああ確かに、そうですよ、なんでわざわざそんな埋めたのって思って、でこれね供述で残ってるんですけど、うん、あの当時薪で火葬します、うん、あの薪代の節約って言います。へえ、そこをケチるんだ。節約術やったんですね。節約術。へえ、はい、でそれはあの、まあ、インターネットで調べたら桐生火葬場事件ってすぐ出るんですけど、はい、まあ、でもあの今もその桐生というところに火葬場ありますが、すぐ今はもう全然場所も違うし、もう全く違う火葬場の、そこはもう安心してくださいねと、はい、いうことで、まあ、一応その慰霊碑なんかも今まあちょっとありますよと、はい、いうような話です。ありがとうございます。いや、はい、信じられないけど実際起こったことですもんね。実際起こったことですよ。怖いね。怖い。信じられないですよね。うわ、めっちゃ前、うわ、お、来ましたね、僕ですね、はい、じゃあちょっとね、あの現実的な年です続いてるんで、うん、ちょっとね、これ言っていいんだったかな、ちょっと言いますわ。ちょっとね、とあるね政治家のパーティーに僕ね潜入してみたんですよ。そう、でそこで同じく僕都市伝説も紹介したら、あ、見てるよっていうその関係者の方がいらっしゃって、でちょっと一個特別にすごいこと教えてあげるよって言われたんですね。まず第一声目が、コヤッキー君、地底人っていると思うっていう。いや、マジかよって、はいはい、いや、ちょっと現実的じゃないですよねって言って、その地底人って、まあ、都市伝説業界でホットじゃないですか、うんうんうん、例えば一番有名なところで言うとカッパドキアとか、うん、
トルコの、ね、遺跡みたいなのありますけども、そこって地下都市がバーって広がっていて、マックス10万人ぐらいが収容できるということなんですね。ちゃんとトイレとか水回りとか換気とかいろんな設備が完璧にできているというふうに言われているんですけども、でそもそもなんでその地下帝国みたいな地下都市があるのかっていうと、まあ、古代核戦争説で、まあ、汚染された空気から逃げるために地下に避難したとか、まあ、その時地上に攻めていた部族から逃げるために弾圧されて地下に追いやられてしまうとか、まあ、いろんな都市伝説って答えはまだないんですね。そういうことなのかなって言ったら、違うよって、それ昔の話でしょ、現代でも地底人いるからって言われて、いやいや政府が言うんだったらってちょっと思うじゃないですか。じゃあしゃあないね、いるんだろうなって、ね、これどういうからくりかというと、実はですね、今外国に行こうとすると、まあ、必ず飛行機に乗るわけですよね、うん、ただね飛行機に乗ると言ったら空港から絶対出るんで、まあ、パスポートが必要だったり入出国の記録って絶対つくわけですよね、うん、狙われたりもしますし、とこれって意外とリスクなことであると、うん、実は本当にお忍びで外国に行く際っていうのは空じゃないんだよ、下なんだよって言われて、そう地下ってみんな見ないでしょって、うん、も地盤の強いところを探してそこに駅を作る、そこで外国まで今つながってるからって言われたんですよ、うんうん、確かにそれって盲点だなと思っていて、だから天候とかそういうにも左右されないじゃないですか、うん、安心安全に行ける乗り物って一番電車って言われてますから、うん、電車で外国に行くっていう発想がまずないからすごいと。もちろんそういうふうに地下施設っていうのもあるんですね、はい、例えばですけども、あのエリア51なんかは空中の写真でも公開されてますし、うん、軍が認めてますけども、なんか飛行場みたいなものは見えますけども基地っぽくはあんまないんですね、うん、全部地下に埋まってるからなんですよ。だから地下で仕事をしてる人たちが大半で、そう思ったら日本も裏でいろんな政治を操っている人たちとか、実は死んだとされている政治家とかも実はそこにいると、そこで外国とのやり取りをしていると、つまり地上に上がってこないから地底人なんだよって言われた、っていうのを聞きました。ここはどこの国とは言いませんけども、うんうん、地下鉄って避難場所というかその連絡口になっていて、うんうん、実は公表されてないその通路みたいなのもたくさんありますし、うんうん、地下鉄だけは、撮影 NG だったりするんですよね、バレないようにするためにとね。いや地下帝国すごいですね。ね、地下帝国ね、うん、カイジみたいに言うけどね、地下帝国ね。だから次の政府関係者の話、鉄骨渡らせる話よ。何したいやそれは。じゃあ続いていきますね。はい、おーおーおー、跳ねるよ跳ねるよ。跳ねてるな。おーおーおー、東亜くん来ましたね、はい。普通に病院の話しようと思います。まあ、やっぱ病院というとね。まあ、そもそもやっぱりまあ死に関わる場所なんで、まあ、どうしてもまあ心霊現象だったりだとか、まあ、そういう話って多いわけなんですけど、まあ、これもまたこのまあちょっと入院されているまあ英子さんという方がいらっしゃいまして、この方なんですけど、まあ、めちゃくちゃちっちゃい時にまあ入院されてて、まあ、幼少期からまあちょっと肺を患ってたと。でどうやらまあ結構この肺の調子がすごい悪くて、まあ、もしかしたらもう死んでしまうかもねみたいな、まあ、感じのことを言われてて、で、まあ、やっぱりそんな状態なんで、まあ、当然、まあ、学校とかにも行くことはできないし、まあ、どうしても、まあ、気分も、まあ、そんなに生まれてすぐで、まあ、じゃあずっと病気がち でいざみんな学校の年になるって言っても、まあ、自分はまあ外にも行かれへんし、まあ、ずっと病室にしかおられへんかったら、まあ、どうしてもやっぱり気分って、まあ、暗くなっちゃうじゃないですか、まあ、ただたまたま、まあ、同じ病院で会う、まあ、男の子と、まあ、ちょっと何度か会うようになって、あこの子やったらちょっと話しやすそうやねということで、まあ、会話するようになったわけなんですよ。で、まあ、どん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 会話していくんですけど、その時に英子さんふと気づいたらしいんですよね。あれこの男の子なんか実在してるんかなって。で、まあ、ただ不思議やったのはなんかそれだけじゃなくて、その男の子が英子さんについてめちゃくちゃ詳しいんですよ。なんでやねんと。まあ、英子さんはもちろんあの両親が見舞いとかに来るわけなんですけども、その両親としかしてない話とか家にいた時に聞いとった話とかそういうのを全部知ってると。何これ。でなんで知ってるのって聞くと、僕は君のことなら何でも知ってるよっていう、うわやばいタイプのストーカーかもしれへんなって僕は思ったんですけど、まあ、英子さんはこういうタイプの幽霊もいるのねっ
っていう感じで、そういう解釈、あ、なるほどと。で、まあ、やっぱ回数あっていくわけなんですけども、うん、まあ、A 子さんがやっぱその、まあ、ちょっと会話するようになったというか、両親以外にもその男の子のおかげか分かんないんですけど、まあ、ちょっとずつ気分が明るくなったおかげか、まあ、病気もだんだん回復してきたらしいんですよ。ただこの病気の回復していくと同時に、この男の子の、まあ、幽霊と思われるやつはだんだん出てこなくなったと。たまに来てもあれ今日ちょっと薄くないみたいな、ちょっと幽霊が薄なってるらしいんですよね。そうで、じゃあある日この英子さんがもうほとんども病気にも治ったと。で、まあ、じゃあいよいよ退院できるかどうかみたいな時に、まあ、夢を見たらしいんですよね。でその夢っていうのがもうめちゃくちゃ怖くて、なんか自分がよくわからん黒いなんかモヤモヤみたいな、取り憑かれてるみたいな、えどうしようみたいな。でそしたら、まあ、手を引いてもらって、そのモヤから助けてもらったらしいんですよ。でそしたらそこにはいつも会っているこの男の子がおって、もう姿形もはっきりしてて、もうこれで大丈夫だよってはっきり言ってくれたらしいですよ。その時にパッて目覚めて、あれってなって、でも男の子はもちろんいないと。その話をお母さんにしてみたらしいんですよ。そしたらお母さんが泣き出したと。えなんでやねんと。よくよく聞いてみると、実は A 子さんが生まれる前に流産があったと、だから、まあ、ずっと見守ってるから、まあ、両親の話とか、まあ、その妹さんの話、 A 子さんの話も全部できると。結局その A 子さんの病気がこうやって奇跡的にも治ったのは、この男の子が全て我のを持ってって消えたからやと。でお母さんもその霊をたまたま見てたらしいんですけど、その夢を見た日以降一切見なくなったっていう話ですね。あ、なるほどね。まあ助かったってことだよね。なんかね、そうよかった、いい話だよね。 いい話なんですよ。一緒に成長していってるんですよね。そうですすごい。じゃあそのモヤにもし吸い込まれちゃったら、やっぱもう多分もうそのままお亡くなりになって。あ、そう、うん、じゃあ次いきますね。はい、うん、桜の星ということで、じゃあここは吉田さんお願いします。はい、お願いします。東谷さんの先ほどの病院のお話で思い出したんですけれども、はい、私の、まあ、知っている男の子ともう20代ぐらいになってるんですけれども、まあ、A 君としましょうか。彼が中学校の時の体験なんですけれども、父親の実家の方のおばあちゃんが、急な病気で亡くなってしまったんですよね。で毎年夏になると、その父親の実家のおばあちゃんのところに遊びに行って可愛がってもらってた、すごく仲のいいおばあちゃんだったんで、 A 君は多分すごいショックを受けちゃったんでしょうね。そのいざお通夜に行くっていうその直前の日に車にはねられちゃったんですよ。あの、ね、A 君はもう、まあ、初め痛くなかったらしいんですよね。あの地面に叩きつけられても、あれ、これなんかやっちゃったなって思ってるうちに、まあ、救急車がすぐに来て運び込まれて、ここでふっと目の前が真っ暗になって、またパッと目が覚めると、うん、自分が仰向けに寝ていて、天井から裸電気がぶら下がってるんですね。えっと、これあれ病院のベッドかなって思うんですけど、こう寝かされているところはやけに硬い上に、うん、いやこれベッドじゃないぞ、何かこう頭の方にもこう右左のところにも下足元のところもこう板が全て箱みたいになってるんですね。怖い。ぎゅうぎゅうに押し込まれてる状態で、でしかも、ま、真っ黒いシルエットみたいな男って言ってましたね。髪がボーボーで、ヒゲもボーボーで、ズタボロみたいな黒っぽい服を着てる大男が縫ってきて、 A 君をぎゅーぎゅーってその箱の中に押し込もうとするんです。っていうのも、その箱って微妙に A 君のサイズより小さくて、うまく収まりきらないらしいんですよ。大男がこう飛び出してる左手をギュッて最後までやると、右足がぴょこって出ちゃったりして、で男も無言でギュ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 押し込んで、うわーどうしよう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 って、こっちが焦ってるんですが、そうこうしてるうちにおばあちゃんの声が聞こえてきたんですって。直してお願い、直して A ちゃんのこと直して、直してお願いって見ると、やっぱり自分の視界のほんと隅っことぐらいに亡くなったはずのおばあちゃんがすごく
悲しそうな、もう本当にその大男に懇願するような感じで、お願い、A ちゃんのこと直して、直してお願い。頼んでるんですって。あ、そうか、今、僕は、どういう理由かわからないけれども、治療されてるんだ。怪我を治してもらってるんだ。っていうことは、じゃあその大男のやるように自分はちゃんとこの箱に収まらなきゃいけないんだって思って、もう自分でアシストする形で、自分もギュー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 ってもう、自分からその箱の中に全身収まるようにしてるんだけど、でもそれでもどうしてもやっぱ入らないんですって。どっかがぴょこんって箱の外に出ちゃう。ついに大男は諦めたのか、ボソッと、無理だ。って言って、去っていっちゃった。で、おばあちゃんも悲しそうな顔して、まあ、後ずさりするみたいにして、去っていっちゃって、あ、ダメなんだ。で、私もパッと目が覚めて、今度明るい病室なんですよ。はい、看護師さんがいて、あ、A 君意識も取りましたよ。っていうふうにして、お医者さんとかご両親とかがすぐベッドのところに集まってきて、お医者さんは、あ、よく頑張ったね、手術は無事成功したから、うん、もうあとはね、体治すだけだよ、頑張ってねって言うんだけど、A 君は、いや違う、お医者さんは嘘ついてるんだと、僕のこと気遣って嘘ついてるの、本当は手術失敗して僕はもう死ぬんだ、だって治して治してて治されるはずだったあの箱の中にうまく収まらなかったから僕はもうこのまま死ぬんだって思ってたんですけど、意に反してみるみるその怪我も体調も回復していって、うん、医師が2週間ぐらいで無事退院できたんですね。で A 君は、まあ、その後お通夜に行けなかったおばあちゃんのお家行って仏壇に線香を備えて、おばあちゃんありがとう、ちゃんとおばあちゃんのお願い通り体治ったよって言ったっていう、これってすごくいい話じゃないですか、ね、こういういい話もあるんですね、階段にもっていうふうにして話を聞かせてもらったんですけど、ただ違うなって思うんですよね。そのおばあちゃんのお家ってどうやら京都らしいんですよね。で京都の方の言葉で直してってしまってとか片付けてってね言うじゃないですか、その牛乳冷蔵庫に直しといてとか、うん、直してっていうのは、まあ、しまうとかいう意味があるんで、おばあちゃんはつまり A 君をその棺桶みたいな箱にぎゅうぎゅうにしまってほしかったんじゃないか、でもそしたらその場合 A 君は一体どうなってたんだろうなと、おばあちゃんのお願いって何だったのかなっていう、おばあちゃんは寂しくてね、そういうことを、ね、連れてきたかったのかもしれないし、そうですね、なるほど、いやちょっとゾッとしたな、結末までがね、そうだったね、うん、うん、おおおおお、星が出ましたということで、東谷君こちらは、じゃあここはね、林さんお願いします。芸能の闇の話させてください。僕10代からよくしてもらってる記者の愛さんって人がいるんですよ。もうお金ない時にいろいろ飯食わしてもうたりとか、取材っていうのはこうやるんだよーと教えてくれたりとか、もう師匠みたいな人がいるんですよ、取材の。でその人がずっと、まあ、ある雑誌でゴシップを追ってたんですね。ずっとゴシップを追ってたんですけど、あるゴシップにぶち当たるんですよ。ある写真を撮るんです。でそれを掲載したいって言ったんですよ。そしたらダメだよ、これは出せないって言われて、そのままそのゴシップ班からなんかね、グルメみたいなとこ飛ばされたんですよね。いやいや俺そんなんしたいわけ違うからって言って言ったんですけど、いやいや無理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 って、あの写真もダメだからって言われて、そのままその人も怒っちゃって、いろいろ自我談判したんだけれどもクビになるんですよ。そうクビになって、そんだけだからヤバいネタだったんですよね。クビになって、でその人その雑誌じゃなくてもゴシップ自体を裏に始めて、ちょっと変なマインドになってて、なるほどなるほど、そしたら飯食ってる時本当に俺ね、ゴシップ全部ぶっ潰してやろうと思ってんだよって言って、どういう意味って思ったら、その人そもそも何十年もゴシップばっか追っかけてるから、自分だけが知ってるなんか情報網みたいなのがあるんですよね。情報屋からいろいろ話をいただくみたいな、でこれから記事に上がりそうなやつだとか、もう今記者に貼られてるやつのその芸能人のところにスッと行って、あなた貼られてますよ、どこどこのよく行くスーパー、あなたの家の前のとこ、なんとこど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 こ記者いますよって先に言って、この件であなた追われてますよ、気をつけてくださいねって言ってぶっ潰すんですよ。うおー、それをお金も儲てないのにもう毎日あるんですよね。だから世に出てないそのゴシップスクープみたいなのがたくさんあるんで、それがぶっ潰してるんですよ。なるほど。そう
ただその人フットサルが、まあ、趣味で僕一緒にいろいろやってるんですけど、フットサルでうまいこと言った時にあの中野の北口のある魚屋に行くんですよ、いつも行ってそこでお酒飲めないのにテンション上がって飲んじゃうんですよね。でうわーって酔っ払って自分が潰して表に出ないってやったゴシップを大声で喋るんですよ。あの人とあの人繋がっててね、あんたかあんたかでーって。だから記者はそこ行けやと思うんですよね。そしたらもう回らんともその人から聞けるんで、その人が潰された最初のゴシップなんですけど、キスシーンだったんですよ。やっぱはぁ、これはやばいね。そうだからダメってなったみたいです。これはダメやな。だそれだけは言わないですよ、酔っ払っても絶対。すごいっすね。恋愛関係？いやいや恋愛関係じゃないと言ってました。でもなんかそう、それをやっぱりいろんなところで言ってるみたいで、他の記者さんとかも知り合いにいて、でその人と別の、その人も知ったりするんですよ、別の誰々から聞いて。そしたら辿っていったら必ず愛さんに行くんですよね、出てくる。だからその愛さんがやっぱりその世に出せなくって潰されたそのゴシップがそれだよっていう、結構やばい話ですね。記事も買われるって言いますもんね、差し替えになるっていうことは、ね、はい、あります、あります。中野の北口の居酒屋？魚屋ですね。魚屋？魚屋の、魚出してる居酒屋ですね。で結構特定できる、ね、そう、できます、できます。めちゃくちゃ行く気満々じゃないですか。うん、いやいや、もう、うん、土日です。あ、土日。土日に行ってください。はい、わかりました。まあ、フットサルね。土日です。いや、すごいわ。ちょっとひっくり返るな、日本の芸能界な。ね、うん。お、来ました、はい。先輩で10歳ぐらい上なんですけど、その先輩は夫婦で今飲食店やられてるんですよね。で久しぶりに僕その時会って、あのご飯行こうぜって言ってご飯連れてってもらったんですよ。で奥さんとその先輩と S さんって言うんですけど、でテーブルに座ってご飯食べてたんですけど、話してる間にその S さんがずっと引っかかってることあんねんなってなんか言うんですよ。じゃあその隣にいた奥さんがその話やめてって言うんですよ。気になるじゃないですか。いや教えてくださいよって。じゃあその話やめてって言ってごっつい剣幕で、でまあ気になりながらもご飯食べてて他の話してた時に奥さんがなんか電話かかってきて、ちょっと電話してくるわって言って店から出たんですよ。でその時に二人になったから、さっきの話何なんですか。では、いや、なんか奥さんを確かめながら、いや、俺飲食店やる前ってメカニックをやってたって言うんですよ。バイクのメカニック。それこそ鈴鹿八隊でその三重にいた時に、大会前にはまあ1ヶ月ぐらい多分チームでいたりするんですよ。でその時にT っていう他のチームのちょっとベテラン整備士みたいなのがいて、メカニックがいたんです。でその人がすごい優しくしてくれて面倒見もよかってよく遊びに行ってたらしいです。なんかたまにね、その T から夜中電話があるんですって。犬引いたって言うんです。で犬引いてそのナイロン袋に詰めて、その辺ってね池がめっちゃ多いんですよ。で池に捨ててんけど、こう沈まへんねん。手伝ってやって言って、で分かりましたって言って、で車で迎えに来てその池に行って二人でなんか棒みたいなんでやるんですけど、このナイロン袋やらなんかグリングリになるんですけど、なんかいつも優しいその T さんがなんかその時だけ「おら沈め!」みたいな、こっち怖なって、なんかこの人怖いなみたいな。じゃあブー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 って沈んでいって、あよかったありがとうって言って、それがね3回ぐらいあったっていうんですよ。その追った時に数年後殺人事件っていうのがあるんですよ。少女がバラバラに殺害されて犯人が見つかってなくて、それで T が捕まったって言うんですよ。でえってなって、池がね夏場干上がったんですよ。で出てきたらそれが少女のバラバラの遺体の一部やったらしいんですよ。その辺で
奥さんが帰ってきたんですよ。で奥さんもなんかその雰囲気見て、あんたその話やめてって言ってるやんって言って、でいややってないかなみたいなんで、やってるやんあんたって言って、あんたあれは犬やからな、あれは犬やからなって旦那さんに言わんと僕に言ってきたんですよ、ずっと奥さんがっていうね話です。これ リアルなマジで信じられないですね、これは。そうで後日談というか、はい、S さんが、ま、気になってんのが、表に出てるここでこの池で干上がってビニール袋が出てきましたよっていうところじゃないんですよ、池が。少女の一部が出てきた池じゃない別の池をで沈ましてたんで、他の人もやってんちゃうかなみたいなんで、なんかタイミングあったらいろいろ聞いてみたいって言ってたんですけど、その刑務所内で食いつって亡くなってるんですよ、その人。だからまあ全部がもやっとしてるんですよ。なるほど、真相は闇の中。闇の中で、まあどっちかわからへんっていう。信じられないね。すごかったな。すごかったですね。おー、星ということで、この辺でどうですかね、2回目行ってみますか。僕行きますか、はい。まあそうですね、もう僕やっぱ小学校とかの、まあ、時とかって、まあ、よくその、まあ、なんかちょっと葉っぱとかを川に流したりだとか、まあ、そういう、まあ、よくわからん遊びをする時期ってなかったですか。でこれも聞いた話なんですけど、あるその側溝、まあ、いつもはまあ閉じられてるんで、まあ、下見えない、あの石とかでよく閉じられてるじゃないですか。あれがたまたまこの側溝が1個外れてたらしくて、その側溝を覗いてみたらやっぱ雨降ってるんでバーバー流れてるんですよ。これ今やったら波流しても流れんちゃうんかと。そう、流れる好きだな。そうで、じゃあこれ何や流すみたいな、何持ってへんでみたいな、まあ、学校の帰りやしみたいな。でじゃあこの持ってる傘、あじゃあこれ畳んでこう刺してみたらいけるんちゃうんかっていう、まあ、ことでこの刺してみて、あやばいやばい、めっちゃ持ってかれる持ってかれるみたいなんで遊んでるわけなんですよ。でまあその傘の中にもこの水入ってきて、まあ、いよいよこの男の子のバランス崩したみたいな時に、まあ、いきなり男の人の声で、こらそこで何やってるんやっていう、まあ、ちょっと怒られたらしいんですよね。まあ、それがまあ当時あの教頭先生やった、まあ、人やったわけなんですよ。それをその男の子が家帰って話したらしいんですよ。まあ、友達と遊んでて傘流そうって言われたから流して遊んでてんと、そして教頭先生に怒られたから慌てて逃げてきてんお母さんって言って話したら、お母さんが死ぬほど嫌そうな顔するんですよ。それどこでみたいな、いやあの橋の下の側溝のところやでみたいな言ったら、あんなところで遊んでたあかんやんみたいな、まあまあ危なかったんかなとか言って思うわけないけど、後日、まあ、聞いてみたら、まあ、どうやら、まあ、そこの地域に8年前に、まあ、ちょっと、まあ、水難事故というか、まあ、そこの側溝ができる要因になった事故みたいなのがあったらしくて、でそれがやっぱすごいかなんか勢いに流れるから、やっぱ当時の小学生たちも面白がってそこにいろいろ掘り込んだと。で、まあ、たまたまその傘を掘り込んだ時にやっぱ流されちゃった子が多くて、で一人行方不明になったらしいんですよ。でその数日後に骨とかボキボキに折れて見つかったっていう話があって、この遺体を見つけたのがそのさっき声が来てくれた教頭先生のわけなんですよ。そうだから教頭先生は雨の日に絶対見回りしてたから今回事故にならなかったよっていう話なんやけど、じゃあそこでその話を聞いた男の子たちは一つ疑問に思ったんですよ。あの時誰が傘入れようぜって言い出したんっていう、これ全員話合わせの、いや俺言ってへんで、誰も言ってない、じゃああの時と入れるようにそそのかしたのは一体誰やったんやろうねっていう話です。まあ流れるような話なんでね、次行ってみますか。じゃあ次行きますね、はい、おーおー、じゃあ例えば
を欲しということで。じゃあ田中さんお願いします。あ、じゃあ、僕行かせてもらいますけども、何も持ってないと思うでしょ。持ってない、いろいろ持ってきてるんで、携帯できる呪物をいろいろ、いろいろ持ってきたんで、ちょっと たくさん出していこうかなと思って。あ、まず、これね、説明せず次出すなよ。わからんねん、それ思ったより出てきましたね。結構あるね。めっちゃある。結構ある。え、結構出てきたね。販売する時の出し方やで。買えんのけよ。無視すんなよ。呪物屋です。呪物屋させていただきました。この呪物結構面白くて、はい、奴隷ですよね、これ、うんうん、シークエンスの早友さんいるじゃないですか、はいはい、早友さんのお父さんのパパ友さんに会って、まあ、2人で不思議大百科って YouTube で会った時に霊視をしてもらったんですよ、はい、じゃあ僕にドアノブで首を吊った41歳の吉田静江さんっていうね、女性の方が取り付いてるって言われたんですよ。へー、具体的、はい、かなり具体的で。それでこれは吉田静江さんが生前僕に似てた人とお付き合いがなんかされてて、それで成仏できてなくて僕についてると、これは良くないと、うん、だから田中君取っときますって言って、うん、その場で払ってくれたんですよ。でありがとうございますって言って電車で僕帰ったんですね。別れて、うん、家に帰る頃にあれちょっと待てよと、取っていただいたんですけど、いきなり取られたわけやから、うん、ちょっと寂しくなってきて、ちょっと返してほしいなと思って、すぐ電話したんですよ、はい、パパ友さんに。ちょっとほんまに取っていただいてありがたいんですけど、寂しいんで返してくださいって言ったんですよ。分かりました、返しますって言って、でこの奴隷に封じ込めて送ってくれたんですよ。ここには吉田静江さんが入ってるんですよ。あ、そういうことなんだ。次これ、はい、東北で2021年ぐらいに僕と同い年なんで44歳ぐらいの男性が母親を首を絞めて殺したんですよ。で結局捕まって、その家誰もいなくなって解体したんですけど、なんか金庫が残ってたんですよ。すっごい大事にこう守ってるような。で何が入ってるんやろって見たら、この水晶だけが入ってたんですよ。これあれで見るかり骨ですよね。もうそうなんです、これ大腿骨です、はいはいはい、でこれチベットの宝具なんですよ。はい、お葬式の際とかにこう拭いて、はい、これはちょっと不思議なんですよ。基本罪人の骨を使うんですよ。それはなぜかっていうと、考え方でね、その罪人はその生きてる時に悪いことしかしてないと、だから善が骨に残ってるって言われるんですよ。逆にだから罪人が亡くなった時にこの骨を拭くと善が撒き散らされるって言うんですけど、罪人じゃない場合ってあるんですよ。お土産屋とかで売ってるような、まあ言うたら罪人じゃないんで、まあ、善人としたら、その骨を使って拭いてしまうと悪霊が寄ってくる。逆にね。だこれは 50-50 です。確率的には分かんないです、だからちょっと拭きます。貴重なねものを見せていただきましたけども、うん、まあね、よかったですね。低評価みたい。じゃあ、ついていきますね。はい。お、じゃあ、出た、花尾さん。お願いします。わかりました。まあ、いろんなその団体というか、先ほどの政府関係者とかなんかあるじゃないですか。はいはい、で、そこに入ってるんですよ。で、年に1回かな、日本支部っていうことで、まあ、会合みたいなのがあって。で、僕もそこを出席するんですよ。いろんな会社のえっていうのはすごいやっぱ人とかおられたり、もうただただバックパッカーの女の子ですみたいな人がいたり、僕みたいな人がいたり、すごいもうバラバラな感じで、そこにまあ行かせてもらって、何するかっていうのはなんかテーブルゲームして遊ぶだけなんですけど、その中に日本で宇宙事業してるとこあるじゃないですか、はい、そこの理論物理学者のそこで開発をしてる人がいるんですよ、がそのメンバーにいるんですよ。で僕の隣の人が怪我したら、あ、これ貼っときっていう絆創膏あるじゃないですか、まあ、その中のえっていう会社の営業部長の一番偉い人がいたんですよ。それが隣だったんです、たまたま。
こっちはバックパッカーの女の子で、その向かいにその理論物理学の先生がいるんですよね。あ、こうやって世界って作られるんやと思ったのが、その理論物理学の人がなんか海外でヨーロッパでなんか高速道路の、まあ、電気あるじゃないですか。であれを例えばその車が通った圧力で、あれピエゾって言って、ほらあのピエゾ端子ってあるじゃないですか、圧力かけた電気が走るって。でそれを高速道路上に置いて車走らせたら夜でも、まあ、電気いらずにこうつくんじゃないみたいな。でそれの今研究やっているんですけれども、あなたの会社のあれって丈夫、すごい伸びる、これその技術をこの今やろうとしているこの高速道路の事業にちょっとどうですかって言って、おイノベーション起きてる思ってイノベーションやんって。でその中で、まあ、僕もそんな話を聞いて面白いなと思いつつ、その物理学の先生にね、ちょっとまあ聞いてみたんですよ。その時ちょうどあの TR3B って言って、アメリカの反重力飛行物体っていうのがあるんですよ。 TR3B やったと思うんですけど、まあその秘密裏に政府が作ってるっていう、今までとは違うあの、まあ、反重力の飛行物体を作ったっていうような都市伝説がありまして、あんなんどうなんすかって言って、あれはね、まああの反重力って感じだねって言ったんですよ。え、反いやだからあの本当に反重力物体には向かってるっぽくて、あそういうことか、反重力かなぐらいの。その先生は、まあ、要は飛行機だったりとかその、まあ、飛ぶ乗り物をずっと作ってるんですって。でその中でも今自分がそこで一番力入れていて、もうまさに研究してるのが反重力物体です。へー。でもこっから何十年後、あのこれね、なんか何年後って言わんといていいって言われたからちょっと怖いから言わないですけど、まあ、もう完成しますって。できるんだ、はい、でも今もう半重力物体ができてるって言ってたんで、今後もしかしたらそういうものがあのできるんじゃないかなっていう、あのちょっと普通では聞かない話ですね。はい、信じられない。だってもう今ちょっとは浮いてるでしょ、ほぼ。だからそうそうなんですよ。ないんじゃないんですよ、まあ、あるのはあるって言ってたのがちょっとびっくりしましたね。そしたらせっかく道路でね発電して明るくさせる技術が無駄になっちゃう、これはもう、そいつに言うてくれほんまにするか、そんなもん。確かに面白いさあ、というわけでお時間となりました。いや皆さん信じられない話めちゃくちゃ持ってますね。めちゃくちゃ良かったですね。吉田さん、今日いかがでしたか。いや今日ね、前回とまた違ったアンサンブルで、まあ、癖のある信じられない話がもうめくるめく感じでしたね。そうですね、早瀬さんお願いします。びっくりすることに、呪物持ってきて出してないんですよね。ちょっと待って、それも怖い。信じられないですよね。用意してるのに最初に出せって話なんですけど、ポケットに入ってます。軽く出せるのだったら今ちょっと紹介してるんですか。携帯型です。多分みんなそのあのこれ出す時のルールとしてポケットから出すの当たり前なんですよ。なんかこういう箱からとかじゃないですよ。いやいや、ポケットから、ね、やっぱ日常で、ね、今はねポケット流行りなんですけど、あの、はい、みんな多分階段とかオカルトをかけてるけれども幽霊見たことないって人多いと思うんですよ。はいはい。見えるようになる呪物ってやつです。夢があるのかないのか。で実際に何人も幽霊見たいって言って見してそれを見えるようになってるんですよね。はいはい。で日常的に見えるんじゃなくて1回だけ2回とかその人ごとにちょっと差があるんですけど、あの木札の写しちゃあかんやつ、裏はダメです。裏は亡くなってる人の名前がバン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 と書いてあるんですけど、まあ、こういうようなある木札があって、これの裏側を見ると霊が見るようになるって言われてる、あの絆の木札って言って奇跡の一本松っていうのがあるんですよ。で、この先生が流されたんですけど、流された方の木を削って木札にしてるんですよね。要は亡くなってる人っていうのにちょっと模してじゃないけれども作っていて、でそれでメッセージを書いて表に、で裏に亡くなってる人の名前を書いてお焚き上げするんですよ。すると煙がもくもくもく天国に行って天国の人にこのメッセージが伝わるってやつなんですけど、なぜかメッセージも書いて亡くなってる人の名前も書いているのにある芸人さんのバッグから出てきたんですよ。あーすごい。でその人は霊見るようになるんですね、っていう話があったりとかあったりとか、霊を見れるようになる呪物っていうのはすごいね。そうですね、すごいっていう念がこもってるものです。簡単に言うとです、ね、信じられないですけど、信じられない。あすごいな。ありがとうございます、はい、次田中さんお願いします。あそうですね、良かったというか、あの僕も
忘れてたなと思って。え忘れてた。おいじ物すなよ。おいじ物。おいじ物って単語。おいじ物すなよ。おいじ物忘れてたなと思って。で、いや、ダサンかやよ。ダサダサダサであるか。あれ？いや、再登場してるじゃん。いいのよ、再登場しなくって。ありました、ありました。よかった。これね。これ出したかったなって忘れてました。これ何ですか。すごい。これあのプラクルアンって言ってタイのお守りなんですけど、ポーサラタンって言って亡くなった魔術師がいるんですよ、女装をしてたね。でその人のプラクルアンっていうのが特徴的で、遺体の一部をこう混ぜ込むというか、であのそれは写真の5人が自己死してるんですよ、いろいろな、お亡くなったか、はい、で その5人をそこに入れてる、うん、毛髪とか、うん、あのいろんなもの、うん、でこれが恋愛に効くっていう。あ、そうなんですか。はい、だからモテモテです今。誰が僕です。ちょっとあの信じられないってツッコミもしにくい。そうですね、うん、すみません、ちょっと出すの間違えたかもしれない。じゃあ最後ゲタ花さん。そうですね、まあ今日ちょっと僕初めてだったんですけど、はい、なんか信じられない話で、その怪談っぽいのが出たりとか、うん、都市伝説が、うん、呪物が出たりとか、うん、あの事件が出たりとか、はい、あのものすごくこうお腹いっぱいで、うん、なんか楽しい番組だなっていうふうに思いましたね、うん、ありがとうございました、うん、はい、一番ヤバそうのに一番まともなコメントしてます。主催者の意見ですもんね、今のね。私が集めましたみたいな、このメンバー。じゃあ、ボヤ君どうですか。まあやっぱ呪物のせいなのか、ちょっと変な回になりましたね。結構びっくりして忘れ、はい、この生感がいいんですよね、信じられない話、ね、まあ、そうですね、このやらせじゃない感じがね、まあ、さあそれでは本日のモーストバリアブル都市伝説 MVT の発表です。本日の MVT は都市ボーイズ早瀬さんのゴシップネタに関する都市伝説です。あ、でもゴシップ強い。そうですね、やっぱり、ね、ゴシップも面白かったんですけど、僕はそのお魚屋さんにめちゃくちゃ行きたい。あ、一緒に行きますか。そういう意味で受賞です。ありがとうございます。ということでおめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。感想などありましたか。いやでも本当に嬉しいです。そのトロフィーとか僕は実は5冠なんですけど、はい、今あのタイトル5つ持ってて。すごいですよね。6冠目に入れます。あ、お MVT ありがとうございます。嬉しいです。ドラス MVT ありがとうございます。6冠目です。嬉しい。ありがとうございます。というわけで信じられない話終了となります。またお会いしましょう。ありがとうございました。よいしょ。